ね、ファイトスタイルは結構ファイターちょっと陰に入るタイプだったけど、うん、いやもうじゃあちょっとやっぱ地元としてはちょっと嬉しいんだよ。だって僕朝日さんと大橋会長以外からニュータンタンメンの話なんて聞いたことなかったんですよ。あのね、違う、ニュータンタン、いや、はっきりとしたまま言う、タンタン本舗のタンタン麺や。タンタン、いや、これね、ニュータンタン本舗じゃん。いや、分かんないけど、俺ではタンタン本舗のタンタン麺で、あのね、やっぱね、あの横浜に、これ、実はソウルフードとして川崎のものかもしれないけど、ぜひね、あの横浜に来てね、おすすめは、中華街じゃないんですよ。やっぱ、崎陽軒のシウマイ弁当。これは重要ね。あとは絶対、タンタン本舗のタンタン麺。いや、僕、大橋会長に初めてお会いした頃に、横浜って言えば担々麺だよって言われて、で全然ピンとこなかったで、ピンとこなくて、いや担々麺美味しいよって言われて、いや言うでしょ、いや家系ラーメンも美味しいし担々麺も美味しいって言われて、担々麺ですかって聞いて、で担々麺っていうのはもう横浜の担々麺は横浜の担々麺だよ。そう、でもさ、セリあれだよね、俺一回展示会来た時にこうって詳しい行かしたんじゃん、して知り合いの姉ちゃんに、ね、エグリンゲリッキーそれだけ行くぞってセリと二人で担々麺食いたい。僕はなぜか俺必ず横浜来たやつは担々麺連れてくんだよ、女性より僕もある。そうそうそうホットケーキじゃん、パンケーキじゃねえ、ホットケーキよそれ、意外と可愛がられてるさ。いや違う、やっぱり横浜来た時やっぱりだから地元来たら連れてきたいじゃないですか。担々麺は絶対に横浜だったら担々本舗の担々麺食ったら、はい、違うってわかり、ちょっと違うよね、あれはいいのよ。みんなぜひ、今結構今ボタンタイムできます、増えてるらしいで、よかったら担々はファンクラブもあると思うんで、ほんとうまい、大したもんじゃないですよ、でもうまいよ、うまい、あれニラ、ニラ入れるとうまい、他と違うんだよね、あの担々麺は麺じゃ、あれほんと美味しいんで、ぜひあの、はい、この頃カップラーメン、カップ、あれ出てきたんですよ、カップ、あれカップ麺も買っちゃいましたこれ、あれはね、ぜひ味はどうでしたか。いや、ダメ、やっぱね、あ、そうですね、やっぱね、わかりました、もともとね、あのちょっとクラシカルなんですよね、あの、うん、今のラーメンブームのラーメンよりはちょっと一世代前な感じするけど、僕はちょうどいいっすね。でもね、一言言いたいのは、大橋会長はね、家系って言うけどね、大橋会長も言うと思うよ、家系なんか知るかよって。俺だって親父もずっと横浜の人間だけど、親父家系知ってる、知らんもんな。あとあの近所でバイトやってたのよ、横浜行って、うん、家系って近年できただけで、あれそこまで横浜に食わないっすよと思いますよ。俺初めて食ったの、だってこの何年か前に北海道に連れてきました。何やこれ、まあ、でも誰も食わないよこんなもんってやったんだけど、で横浜人間は館内で遊びましたよ、違う、近所で遊ぶわ、近所って近所でチャリコ行くとかやる。でもね、タンタンポンプはあのぜひ、あのね、ほんと美味しいから、ほんと美味しい、美味しいよね、美味しい美味しい、あとね、疲れた時に食うとね、パワーで、僕はコーンとバターとニラ入れます、まあそれいいよね、もうなんとも言えないのよ、ラーメン脂っこくなくて、俺もスープ飲まない、俺全部飲みましたもん。なぜかね、五反田にできたんですよ。いいじゃんそれ。でも今結構東京にも錦糸とかにもできたと思うんで、別に担々本舗の回し物じゃないけど、大体焼肉屋とセットであるんだけど、そうなんであるんですかあれ。いや俺に言われてもそれ店長に聞いてくれ、店長に、そうあれはね、ぜひ皆様、ね、あの本当におすすめ、必ず俺連れてくんで、なんだ、でもあの時あの小娘でも連れてった方が良かったなって、なんで俺こいつと一緒に担々麺食いに行って、そうなんかこれからどこ行くって言ったら、俺はセリと強いねえ、パンケーキ連れてってだけ、赤レンガのビルって知るか、そんなもんって、赤レンガじゃねえ、桜木町やこれって、まあ、そっから舐めてますよね、港未来に桜木町なんですよ、横浜ピーポーは、いや舐めんじゃねえよって、担々麺に来いって、嫌だって言うからこっち行ったんですよ、俺は担々麺に行く、担々麺食べたい、俺も食べたかったんですよ、ホットケーキ、あその時の写真がこっちだ、それで、あるかもしれないな、それね、あと関係ないけどさ、いくつも作る、乗り組みに会ったことあるの？全然いきなり振るけど。あ、ない。あれ、乗り組みに会ったことない。あのね、僕ここで何度かその最初に朝日さんとこう交流を持って、その当初からとにかくお前と同じぐらいの身長でヤバいやつがいるっていう話をずっと聞いて、それがキットってねじゃん、乗り組みってずっと僕乗りって言ってたんですよ。でそれで、そう、僕それだけなんですよ。そう、俺覚えてね、ていうか亡くなった時めちゃめちゃ凹んでましたよね。それはね、すーげえ凹めた。まあノリについてはね、バカなんつうのかな、明日俺はノリフミさんに関する新聞を全部買って、全部目を通してもう一回寝るって。なんつうのかな、これはさ、結局さ、昔のガキの時から見てて、隣に住んで
なんかずっと兄貴、兄貴、俺も弟み、なんか弟みたいな感じだったから、ね、だから先に死んだらどっち、俺がどっち先に死んだけど、てめえ正直なかったら殺すぞ、これって、すげえ包めよって2億ぐらい言おうと思ってたけど、そう、だから別にベタベタするつもりもねえし、あだ唯一てめえからって、だから僕覚えてるのは、あいつが亡くなる前の3月に、久々にパンクロスの会場だったから、後ろからこうやって首絞めに行ったんですよ、こうやって、こうやって覚えてて、これ首絞めに。でもあいつに後ろから首絞めに行くのって、僕とぐらいしかいないはずなんですよ、ほら、くらーってこうやってやって、で兄貴ってまた来てですね、あいつがより見たにてめさんに、この人には一番やられたって説明したいんですよ、もっと周りに、もっといい、もっといい、俺の評価を上げるって、でついでにあの時に一言言ったら、あいつが、あ、初めて行ってきたんですよ、2人で写真撮ってもらえませんかって言ってきたんですよ。えこんなこと言うやつやねえのに、だから2人でこうやって撮って、でその何回でもなくなっちゃったから、あいつは多分まだに iPhone で、ね、何ちょうだいその写真って、お前の写真なんか欲しくねえけどって思うけど、で聞いたら、ここの大江のやつにもあるやつにも一緒に写真撮ったから、あいつもしかしたらそういうの分かる、なんか、その中であんな風にねえ、でちょっと話は聞いてたんで、ノリがよ、じゃあノリその時言ったら、お前試合しねえのかって聞いたら、またやりますよって言うけど、お前痩せたのって練習したの練習してんのとか聞いてて、そんであんななって朝起きたらメールにいっぱいのりさん、のりふみがなとは思う、なんか反応難しいっすよね、うん、してまあもうね、その時はもうね、もうね、いろんな、もう昔の子からも、あの時ちょっと女の子と一緒に住んでたから、お前うちに住ましたんですよ、お前うち住んでええでって、広かったんで、仕事なん生活や楽になるんだろうって、でその女の子からもう20年ぶりのメール来たんですよ、分かれてから初めて来たんですよ、 Facebook 系で朝日元気ってのりふみくんのこと見て朝日のこと思い出したって、えお前が俺聞いた時ってのりいたっけって聞いた、いたじゃんって、私がいつもドア開けるとそこにのりくんいていい、して他の子が来たけど、のりやっぱね全部新うちの新聞うちの隣にしっかり報新聞撮ってるけど、のりが一面じゃん、全部じゃん、してテレビ普段テレビつけない俺がテレビつけたらずっとのりじゃん、なんか別にどうのこうじゃなくてノリってすげえんだなって、なんか、うん、いわゆる僕最初に会った頃からとにかくこいつすごいこれからブレイクするって言って、で実際最後に一面飾って亡くなってるのを見てなんか感慨深い思いがあったのかな、いや思うでしょう、だってまあ早いだろお前これなんとか意味わかんねえじゃん、うん、だからグアムのやつにもすぐそこでメール送ったし、まあ、一言これだけメール送って、あとは正直言ってこれ送って見せましたやつにしたら、あいつからもこれ来て、あとは正直言ってまあ最高のやつだったから、うん、まああとは生き残ってる俺たち頑張ろうで、あとはミュウのことよろしくなって面倒見てやってくれとか送って、それしか言いようないやで、ね、いい格好じゃなくてあのバーガーと思って、さすがにちょっとねどういうリアクションが取れようかねってやつだよね、あいつ口悪いけど、あいつはだから大宮でも言ったら、てめえらやって、てめえら話聞けよって、なんで一年だったって体変わんねえんだって、練習してねえだろってして、おめえら聞いてるふりして聞いてねえだろって、いいか、のりふみは本当に聞いてるぞって遠くの人も聞いてる、聞いたこと本当にちゃんと聞いてくる、質問してくるって、考えるバカ野郎とか言ってたけど、やっぱ何それ感性すごいんですよ、あやっぱ珍しいな、なんかまあ若い自分より下がしてってちょっと早いですよね。